はい、どうも、秘密結社小山総帥8でございます。まあ、昨年のね、サヨナラの選手のね、についてね、まあ、個別にそれぞれ取っておこうっていうのを、まあ、それぞれもう、一応全部やっておこうということでね、この週の半ばにね、企画としてやっておりますということで、今回はサヨナラパウロバイヤということで、まあ、リーグ戦はね、確か途中出場だけだったかな、6試合出場にとどまりました。まあ、天皇杯にもね、出場したけど、まあ、合計7試合ですね。まあ、全体の、6分の1、7分の1ぐらいの試合出場にとどまったのかな。まあ、スピード感はね、ある選手だったんで、まあ、非常に期待はさせられたと思います。期待してたって人も多かったし、若いから、まあ、何年か置いておいて、何年か置いとくんだったら、レンタルじゃないよね。ワンチャンもう早速使えてくれないと困るよね、みたいな感じなんだけど、育成とかそういうこともね、言われてはいたけれどもというところ。まあ、ブラジル4部からの選手だなっていうのがね、技術面では。まあ、リラでね、確か3部からの選手で、まあ、それぐらいの、ね、選手を、まあ、連れてきてね、はまれば日本でも通用すると、まあ、大体セリエ C の選手であれば、まあ、日本の J2 で十分通用するかなというような形で連れては来ているはずなんだけれども、まあ、パウロ・バイヤーに関しては初の海外、そして格上挑戦みたいなところがあったんでね、まあ株まあ、もちろんね、下部リーグからの選手ってことで言えば、例えば、まあ、今年の、ね、メンデスなんかも、J3 で、まあ、日本でね、J2 回か J3 で活躍してた程度の選手で、まあ、大怪我明け、しかも大怪我明けで取ってきて、まあ、それでも、ね、うまくはまっていったんだよね。まあ、そういう意味では伸びしろがあって、期待値が通りね、まあ、そのまま完全移籍でってなるとすれば、メンデスぐらいの伸びは見せてほしかったのかなみたいな気はします。まあ、そこまでは至らなかったと、まあ、とはいえね、ブラジル戻った後3部へ移籍みたいなね、まあ、個人昇格みたいな話はあったんで、まあ、今年契約延長してもう少しハマってくれば面白い存在になり得たなんて気もするんですけどもね。まあ、初の海外で、まあ、バンフォーレ甲府の場合、タトミの方ね、ブラジル人街の方々が結構よくしてくださって、まあ、ブラジルの、ね、文化に触れるなんていうことで言えば、ある程度問題ないようにはしてるんだけれども、まあ、それでもやっぱ初の海外も厳しかったのかな。まあ、もうちょっと期待したい選手ではあったんですけれどもね、契約満了ということで、まあ、今後の活躍も期待をしております。まあ、ブラジルからね、いいニュースが聞こえてくればいいなと思っております。以上、ハッチーでした。